皆さんチーズ。チーズからしか入ってないと思うよ。はい、ってなわけで、はい、皆さんチーズ。はい、俺ここだから。ちなみにこっちがビビ、こっちが俺ここだから。ちげえか。俺ここだから。うざ。今回は10体のレイを使って勝ち抜き戦なんですが、今回はビビ VS カズキということで、今回初の対決です。どちらが強いかここで決まると思います。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。1体目のレイを出してください。手をグーにして見せずに前にほいっと、まあ、要するにあれですよね。なんでこれで仮に、うん、はい、せーの、ビビが勝ったら、うん、最強ってことだね。まあ、俺はだってケイに余裕で勝てるでしょ。それに勝てちゃうんだから。余裕って言ったの。お前余裕って言ったな。ちゃっかり。それに勝てるってことはもう最強だから。俺らより最強だ。3、2、1、ゴーシュおー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 重いのは一応入ってる、しっかり。もういかないね。おお、一枚抜き。まあ、うちのイビルちゃんはね、最強だから。はい、2体目。どうしようかな。俺はもうでもね、相性とかよくわかんないもんね。見合って最初のね、3、2、1の時点でもうね、腕が細すぎて俺は怖い。引いた時折れちゃうんじゃないか。はい。あの、カメラの前に出して、はい、じゃあ、下、もうちょい下。ここら辺。どちら様これ。サイキックファントム。あ、ファントムか。ファントム、ファントム、3、2、1、ガッシュ。ごめんね。お静かに、静粛に。はい、いくよ。3、2、1、ガッシュ。もう久々だな、こっからね。そうね。初めてなんじゃない？そうね、うん、意外と重いな、そいつな。重いよ、でかいもん。でかいよね、うん。あ、よかった。1対1だね。おいいんじゃないの。いいよ、いい勝負できてるよ。ペペペーン。容赦ないね。容赦ないね。3、2、1、ガッシュ。大きいのには大きいのでね。いや、ちっちゃい。さあ、これはどうなんだろう。いや、ちょっとやばいな。お、サイキックファントム、まさかの最強説。お、相手崩れてるぞ。そのままじめずしてくれなかったな。おー、つえサイキックファントム、最強伝説、残っちゃうんだよな。あ、ファントム機械になりますよ。なんでギガちゃん。いや、ファントムって実はそんな強くないんだよ。そうなの？そうだよ。俺が、お前のパスだよ。そう。3、2、1、ゴッシュ。すぐバーストしちゃうんだよ。やり返した、今。ギガでしょ、そいつ。うん、なんでこんな怖いの？イエーイ。イエーイ。2対2。イエーイ。イエーイ。イエーイ。めっちゃ音だけない。じゃあ、どうしようかな。でも、ファントム使いこなすのすごいな。すごいね。うん、わかんない。さすがやり手だね。だから Y 版並みだよ、難しさは。じゃあこれする。早くね。え、どうしていいかなって。いいけどこれする。それの名前はなんだっけ。レジェンドスプリン。なんで言っちゃうんだよ。名前はね、すぐ出てこない。いや、絶対思い出せないもん。たまに覚えてるのあるんだよ。おう、レジェンドスプリン。いきます。3、2、1、ゴッシュ。静粛に、お静かに。あ、外れた。取り方トリッキートリッキー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 キューン。3、2、1、ゴーシュ。いった石ころ飛んできたぞ、おい。おい、この石ころ飛んできたぞ、おい。いってえな、お前よ。足首はねえだろ、いってえよ。っていうか、ギガとそんなに平等なんだ。そうだね。なかなかやるぞ。
さすが伝説って名前だけあるね。そうね。3、2、1、ゴーシュ。うわ、怖い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 、めっちゃ怖い。すげえ。もうギガ持たないんだよ。おお、すげえな、レジェンドスプリガンって。すげえよ。初めてかかった。レジェンドっすよ。それどころかでも。おお、超いいじゃん。レジェンドスプリガンって何？なあ、スタミナ？いや、攻撃。レイヤーの話ね。うん。3、2、1、ゴーシュ。瞬殺じゃん。やったやった。やったやった。強いよ。強えな。苦笑いやってる。スプリガン強えな。強えよ。どうしようかな。もっと強いのいるからね。ラグちゃん、ラグちゃん。じゃあ俺、カズキ負けると思うんだけど。3、2、1、ゴーシュ。おお、え、ラグナロクさんですよ。うん。レジェンドも喧嘩売ってるし。すげえな。みんな自分のパーツくらい覚えろ。お前ら、おい。今の同点？うん、同点だよ、どう見ても。いくぞ。3、2、1、ゴーシュ。ひそかにね、カズキがね、自分のピンチさをちょっと分かり始めた。おーっと、マジで超強いじゃん、レジェンド。強いよ。カスタムしたの俺だからな。え、どうしようか。リビちゃん、畳みそうね。いくよ。3、2、1、ゴーシュ。お前、お前ら静粛に、お静かに、ね、これやられちゃうとちょっと俺もうやばい。あとはない。だからちょっとランチャーちゃんとした話。お前ランチャー。3、2、1、ゴーシュ。おっと、やばい。マジで、マジで、マジで。やめようぜ、ほんとに。もうだってもうトルネードワイバーで勝てなかったら俺も勝てるもんねえぜ。アタッカー潰しは？カツブシはまだ出しちゃダメでしょ。あなたのカスタムがいっぱい入ってんだから、そうだ、アタッカー変えるもん。今すよ、暴れるやつら。じゃあうち最強のね、ラグナロク。お前最強落とすなよ。このラグナロクはいろいろ伝説作ってくれてるからね。3、2、1、ゴーシュ。へい。で、ちょっと今思ったんだけど、なんで3、2の時に引こうとしたのかな、ビビちゃん。腕がビクンってなったの見えたから。俺も、俺も気づいた。3、2、ビクンとか言って。いやもう。もう楽しくてしょうがない。だろうね。ここまでボコボコ出すとね。楽しい。3、2、1、ゴーシュ。ね、お前何やってんの、今の音なんだよ。3、2、1、ゴーシュ。おー、瞬殺や。どうしようかな、じゃあどうしようかな。3、6だった。おー、危ない。おー、じゃあどうしよう。マジで、なんなの。やっぱりガンだよ。レジェンドだな、すべてだ。まあいいよ、帰るときにこっそり抜いて捨ててやろう。じゃあこれする。君も用じゃないの。いや、クロノスに俺負けてないからね。K が使ったこれね。 K が弱かったのかもな、かな。まあ俺はアルクロさんを使いこなす。3、2、1、ゴーシュ。音もうダメだ、力みすぎて。もうさっきからずっとビビちゃん笑顔。3、2、1、ゴーシュ。おーっと、痛いの入っちゃったんじゃない今。いや、ラグナロクなら大丈夫。やってらんねえや。やってね。やってらんねえや。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。どうしよっかな。
確か俺もさ、ビビに勝ったことないよね。あんまない。ね。うん。前銃で決めたら負けたもんね。うん。じゃーん。ほう。じゃじゃーん。何？打った瞬間顔避けた方がいい。了解。行くよ。3、2、1、ゴッシュ。ロンガイ。ロロロロンガイ。違うんですよ。音で気づかんかったり。ガイって言った。そう。もうやばい、ランチャーか。ランチューがやばい。ワインデューがやばい。ワインデューがやばい。タラーン。バルカ。オッケー。3、2、1、ゴッシュ。ねえ、うちを破壊するんですか。力みすぎて。力みすぎて、今決まらないんだ。見てる側すぎた。あ、落ちちゃった。楽しそうね。うん、楽しい。3、2、1、ゴッシュ。うわ、ダメだな。もうダメだな。おお、はい。はい。外れてない。はい。はい。あと、カズキ何体？あと2体。ああ、まだ2体、2体。でででーん。ってことは最後のやつだな。そうだね。3、2、1、ゴッシュ！お前、なんでだよ。何やったんだよ。おお、なんでだね。不思議だね。なんで不思議。うえ、つえ。まあ、でしょうね、でしょうね、でしょうね。近すぎてキラキラしてて分かんねえ。あ、なんか引っかかるこれ。確かに。なった？カチャカチャしてたらなったか。ショックすぎて、血でくり回して。見えてねえけどな、カメラ。いきます。3、2、1、ゴッシュ。いなせいなせ、俺はお前が負けたらもうベイブレード卒業する。いなせ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 、負けるだろこの数。いなせ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 、よし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 、いざいざいざ、頑張れ。お前はいける、できる子だ。俺は信じてる。俺はお前ができる子だと信じてるからな。でもアルクロとレジェンド持ってかれても痛いよね。いや、まあそうね、斎藤が左に残ってますね。あ、それ使うのね。うん、それにする。じゃ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 ーん、ロストロンギヌス。まあ、勝率高いから。まあまあまあ、ワイワイ、ポチ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 。3、2、1、ゴーシュー。今、ゴーシューのそのさ、シューって言った途端にうんこ出そうだった。やめて。いなせいなせ、頼む、お前は負けるな。痛みに負けるな。違うぞ。バファリンでない。あー、もうダメだ。いなせ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 、お前で全部もう勝ちだ。お前で勝ちまで持ってくんだ。それしか方法がないの。頑張れ。よしよし。おー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 、あー、おお、2枚抜き。おもろか。2連勝です。どうしようかな。どうせもいいの。一番右連じゃん。うん、一番右のこれです。アドバイスすんなバカ野郎。いや、その中で一番ザク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 。じゃあ捨てゴマってやったね。え、かわいそう。3、2、1、ゴッシュ。勢いよく当たれば勝つけど、相性はクソ悪いから。いなせ、すべてをいなせ。いや、無理でしょ。いや、Y バンね、たまにポコンといるんだよ。そうなんだよね。ああ、まあまあ、ノーロック、よしよしよし。お前、いい子だな。3抜きこれかな。いいんじゃない。これ何で、そのバナナオレみたいなやつ。って言うと負けるもんな。ダメだ、最初から外れてやる気ねえの。あ、逆だった。うん、おいおい。おい、買い主。それ何？サタン？サタン。セガ？セガ。サタン。よし。いきます。3、2、1、ゴッシュ！でもサタンなかなか強いぞ。
なんだったらちゃんと安定しちゃってるぞ。ね。シュート上手。いなせ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 。ああこれはどうなる。頑張れ頑張れ。あれぐらついてるぞ。サタン。いなせいなせいなせ。頼む頼む頼む。お前は負けるな。よしゃー痛みに負けるな。よし。いいぞいいぞ。頑張ってるぞお前。肉だな。4連勝。どうしようかな。4連勝はすごいね。4枚抜き。ただあと3枚抜きしないと勝てません。大丈夫だ。俺はこいつを信じてるから勝てる勝てる。どうしようかな。もうそれでいいよ。これでいい、うん、はい。俺が使ってるやつ。あ、ケツケツケツ。こうやってケツあるから。そいつも結構勝率高いからな、俺な。まあまあまあ。五分五分だ。3、2、1、ゴーシュー。何もがキュインって。もう安定するね。上手くなったね、シュート。うん、頼むからポコンっていくなよ。いいんだよ。顎パッカーン系でいくなよ。いいんだよ、今のフラグ回収しても。よし。おー、静かにしてた。よし、ノーロック。あと2体。俺、あとは何も言わない。こっちでいいよ。はい。レジェンドゴッドウェイ。つまんなくなっちゃったって言うわけ。そいつ勝てたとしても、あと1体は何だよ。これ斜め、うん、知って使おうね。3、2、1、ゴーシュ。おー、いいよいいよ。結構ガリッて今。いなせいなせ。これで斜めやったの初めてかも。いなし続ければ勝てるぞ、そいつには。パッカンいくなよ、パッカンいくなよ、パッカンいくなよ。よっしゃー、よっしゃー、ノーロックだ、やったぜ。やべえな。しょうがない、最後はこれ。おいマキシマムガルーダさーん。ガルーダとの相性ってどうなの。クソはね。だよね。だよね。引っかかりがないから。そうですよ。イナス能力をまず発揮できない。だからシュート力できない。よいしょ。いきまーす。3、2、1、ゴーシュでっけー。うん、惜しい。でっけー。どうなるかなぁ。普通に外れることあるから怖いんだね、これ。いや、これはもうね、もう言っちゃうけどね。ガルーで勝つと思う。勝つね。おっ。いや、でもおー勝者ビービー。まあそこまでトルネードワイバーン1本でね、追い詰めたカズキも素晴らしいと思いますが、最初のレジェンドスプリーがまず鬼だった。あれ鬼だったね。あれ鬼だった。だっていつも最後まで取っておいてもなんか微妙だから、うん、あ、最初に活躍させようと、最初出しちゃおうと思って、うん、活躍しまくったね、うん、無双だったね、うん、楽しかった。はい、ってなわけで、勝者ビビー以上。